皆さんこんにちは、くじろくろです。今年はコロナの規制も解除され、海外旅行も解禁された年。思い出せば近場から遠くは海外までいろいろな場所に出かけてきました。新しい出会いもあり、発見もあり、失敗もいろいろありました。いくつかは禁断の男の一人旅シリーズで紹介していたり、個別で動画を上げているものもありますが、仙台や沖縄の久米島、旭川や富良野に行った時の動画は撮影したものの紹介はしていません。未公開の動画もたくさんあるので紹介しつつ、良かった場所、これはいまいちだなと思ったところ、反省点、そして最後にかかった費用など紹介したいと思います。最後まで楽しんでいってください。最初に時系列で出かけた先を紹介するとこんな具合です。ざっくりピックアップしただけでもたくさんあるのがお分かりいただけたかと思います。では順番にレッツゴー。1月は禁断の男の一人旅シーズン1の記念すべき第1回目でした。急に思い立ち、8日間の日程で大阪難波に宿泊、関空発のベトジェットに乗ってベトナムのハノイで一泊して、タイのバンコクとパタヤに行きました。帰りは福岡経由で太宰府天満宮に立ち寄り初詣、博多ラーメンを食べて名古屋に戻ってきましたが、実に3年半ぶりの海外旅行、そしてベトナムに行ったのも初めてでした。振り返るとコロナ禍で海外旅行の自粛期間長かった。この旅行の思い出深い出来事は、ハノイで予約していたホテルが満室で泊まれずに、ホテルの女性スタッフが運転するバイクに二欠して別のホテルに向かったことです。ベトナムはタイに比べて物価が安く、フランスパンに具材を入れたバインミー、焼いた豚肉とライスヌードルのブンチャーも美味しくて、これぞアジアの醍醐味と実感できる食事でした。ベトナムの話ばかりですが、タイではパタヤの沖合にあるラン島に行ったり、ウォーキングストリートで夜のパトロールをしたり、プールでのんびり。バンコクではガイドを申し出てくれた女性が運転する車に乗って、郊外にあるピンクのガネーシャに見に行ってきました。私自身、老若男女問わずタイ人の友達がいろいろいますが、すぐに受け入れてくれる懐の深さは国民性の違いかもしれません。1月末行った石垣島。この旅行はもともと行くつもりがなかったものの、ピーチエアのバーゲンセールで航空券を安く購入ができて、全国旅行支援で安くホテルにも宿泊できたお値打ち旅でした。石垣島は今回で3回目です。1泊2日の日程でしたが、名古屋が真冬の1月でも石垣島は暖かく快適でした。沖縄料理を食べて、オリオンビールを飲んで酔っ払い、翌日は 50cc の原付を借りて日本最南端の鍾乳洞、八重間村、川平湾を見て回り、
お一人様でも十分に満喫できた旅でした。最後の締めはいつも食べる A&W のハンバーガーとルートビア、私の定番です。3月、全国旅行支援を利用して岐阜県内を2度旅行しました。金曜日出発の平日1泊2日の旅でしたが、宿は安く泊まれるし、1泊あたり2000円分の電子クーポンをいただいて飲食やお土産に使いました。1回目の旅は飛騨高山、下道を使って下呂温泉経由でドライブでした。3月中旬にもかかわらず、非常に寒く、予想外の雪にびっくりしました。そして2回目は3月後半、ちょうど桜の開花時期で、有名なネオの薄墨桜を見て、関市で一泊。この周辺は美濃西国33観音霊場のスポットでもあり、風情あるお寺も多く、春を感じながらドライブをしてきました。4月後半から5月のゴールデンウィークは禁断の男の一人旅シーズン2として、名古屋からフィリピンのマニラ、そしてセブ9日間の日程で旅をしました。日本ではフィリピンパブに通った経験はあるものの、現地フィリピンに行くのは初めて。 LCC の利用のため到着は深夜1時過ぎで、マニラの空港からタクシーで移動はハラハラドキドキモードでした。マニラのショッピングモールのスケールの大きさに驚き、戦争の爪痕を見て歴史を感じ、セブでは日本から現地ツアーに申し込んで効率的にセブを満喫できたことは大正解でした。初めて出かける国や場所って一歩踏み入れるまでの緊張感や治安に対する警戒感もあって、リラックスっていうよりは探検に近い感じで、パワーも使いますが、日常とは違う刺激、感動、発見も多い旅でした。5月中旬はピーチエアを使い、名古屋から平日弾丸0泊で、森の都でおなじみの仙台に日帰り旅。家から空港まで行く交通費より、名古屋仙台間の航空券の方が安かった。菜の花が咲く季節、ルーブル仙台という仙台市内の観光名所を周遊してくれるバスを利用して回ってきましたが、伊達政宗が眠る瑞鳳殿、仙台城跡、宮崎県美術館、大崎八幡宮など1日で主要なスポットを観光できて、内容の濃い旅でした。同じく5月末には沖縄の久米島と那覇にそれぞれ1泊ずつ、2泊3日で懐中電灯とテニスボールを持って行ってきました。那覇での飛行機の乗り換え時間を利用して、牧師公設市場でラフテー、三枚肉そばを食べて、沖縄の那覇から久米島往復はJAL のマイレージを使って移動しました。久米島はレンタカーを使って島内一周、ちょうど台風2号が来ていた時で、海で泳ぐことはできませんでした。もう1週間タイミングが遅かったら飛行機が欠航して帰れなかったと思いますが、ギリギリセーフ。島を回って衝撃だったことは、神秘の洞窟ヤジヤーガマで中に入ると大きな割れた壺があり、人骨が納められたお墓になっていました。洞窟の中は狭くて暗くて、変な虫やコウモリも出てきそうで、鏡ながら進み、中で道迷いをするのではと不安になり、
最高に怖かったです。そしてお化け坂という場所、坂道なのに車をニュートラルにすると車が坂を登っていく不思議なスポットがありました。那覇で泊まった宿は視聴者さんから勧められた辻2丁目にあるホテル、風俗街のど真ん中にあり、右も左も目の前はソープ、非常にカオスな場所でびっくりしました。興味がある人はぜひ泊まってみるといいかもしれません。6月末から7月にかけて2泊3日で北海道の旭川と富良野に行きました。昨年も日帰り弾丸で札幌には行きましたが、今回はレンタカーを借りての旅です。旭川で泊まったホテルは星野リゾートのオモセブン、一泊朝食付きで1万680円とお値打ちに宿泊できました。スパークリングワインが飲み放題で朝食も美味しく、コスパは最高に良かったです。前々から行きたかった旭川動物園は動物との距離が本当に近く、特にペンギンは手が届くほどの距離にあり、迫力満点。見せ方が本当に上手で工夫されてるなっていう風に思いました。3時間ぐらいで回れるので、その足で美幌と富良野に回ることができました。少し無理がある日程かとは思いますが、まあレンタカーを借りてね、名古屋から2泊3日でも十分に楽しめると思います。8月は禁断の男の一人旅シーズン3で、夏のお盆休みに名古屋から福岡経由でバンコクに行って、ラオスのビエンチャン、プーケットを回りました。直近で動画を上げたばかりなので詳細は割愛しますが、移動が多かった旅行です。ノーカツじゃないですが、今まで行ったことがないビエンチャンは刺激があり、程よく騙されるのではという緊張感もあり、これがね続くとちょっと疲れてしまうかな。まあ体調が万全ならまだしも、不調になった時には日本に帰りたいと思った旅でもありました。10月は日本に2年間という期限付きで働きに来ているタイ人の友達5人で1泊2日の日程で飛騨高山と白川郷に行きました。インスタする場所や写真で動画を撮ることに優先度が高い彼女たち、ちょうど紅葉が始まった時期でもあり、最初に向かった飛騨の里はザ・日本を象徴するような場所で、写真も撮り応えがあり、いつもながら撮影会が始まりました。合掌造りの建物の中、昔ながらの農耕具には興味を示さない彼女たち、自分たちの田舎には今でも水牛や鶏が身近にいて、普段から見かけるような農具ばかりだったからかもしれません。午後からは小雨が降り始め、昔金塊が盗まれた大橋記念館と飛騨大鍾乳洞、銚子の滝、平湯温泉で足湯に入って早々に宿に向かいました。男2人に女3人、5人で安く泊まるにはホテルだと何かと不便さもあり、私がいつも使っている Google マップ経由で調べて、ブッキング .com から1軒丸ごと貸してくれる民泊を利用しました。キッチンもあり、自分たちで持ち込んだ食材でタイ料理を作って食べることができました。食費もかからず、夜は大宴会で盛り上がることもなく、速攻で爆睡。
翌朝陣屋の朝市に行きましたが、陣屋の中には全く興味を示さない、もっぱら朝市で売られている柿やリンゴ、それに唐辛子を爆買いしているから目の付けどころが全然違うんだよね。ちなみに日本の唐辛子はタイに比べて全然辛くないって、いつも作ってくれるソムタムには唐辛子をてんこ盛りに入れてくれます。白川郷は私自身1年前に日帰りで行ったばかりの場所で、もっぱら私はガイドとドライバー役。タイ人の外国人観光客も多く、あちこちでタイ語が聞こえてきましたが、白川郷に観光ツアーで来ることができるタイ人はお金持ちの敗訴な人たち。一方で仕事で働きに来ているタイ人の友達は一般的な人たちですが、十分に日本を満喫している。親子ほど年齢が離れていますが、おっさん相手に本場タイ料理をいつも作ってくれたり、タイ語やイサン語を教えてくれたりと、持ちつ持たれついい関係を持っています。以上が今年1年出かけた主な場所でした。続きまして勝手にランキングです。ここでは良かった場所、海外部門と国内部門、食べて良かった食の部門、泊まって良かったホテル部門と、それぞれベスト3ずつ挙げたいと思います。はじめに良かった場所海外部門第1位はフィリピンのボホール島です。ハーシーのキスチョコそっくりの変わった山々、チョコレートヒルズを登り、自然の美しさを感じ、世界最小のメガネザルターシャとツーショット、ジップラインでは眼下に広がる谷底にスリル満点を味わいました。セブ島からも足を伸ばして行ける場所なので、特にカップルで行かれるといいかなと思います。そして第2位、セブ島南部のジンベエザメとモアルボアルです。水族館でしか見たことがないジンベエザメと一緒に泳いだ経験は実に印象的で、味わうことができない貴重な体験ができました。すぐ真横を大きな口を開けて泳いでる姿にはびっくりしました。その後立ち寄ったモアルボアルのイワシのトルネード、サンゴ岩での不思議なイソギンチャクも珍しかったです。そして第3位はピンクのガネーシャ。タイに何度も足しげく通ってる私ですが、バンコク郊外にピンクのガネーシャが祀られている場所があるなんて全く知りませんでした。ガネーシャの大きさにびっくりして金運爆上がりと願ってお参りに行ってきましたが、振り返ってみると確かに今年は金運アップしてました。以上が1位から3位です。ちなみにそれ以外にもエメラルドグリーンに輝くぶっしゃりがあるワットパクナム、バンコク市内が一望できるゴールデンマウンテン、骸骨が出てくるお寺、噴水ショーが印象的なアイコンサイアム、ビエンチャン市内も見どころがあったし、ハノイの旧市街も良かったです。続きまして良かった場所国内部門です。第1位は青い池と富良野のラベンダー畑。
旭川から富良野に行く途中に時間があったのでガイドブックを見てプラーッと立ち寄った美瑛にある青い池です。水面が青く見える不思議な池で立ち枯れのカラマツと相まって幻想的な景色でした。多くの韓国人観光客が観光バスで訪れており、人気のスポット急上昇かもしれません。そして富良野に続くラベンダーファームは時期的に少し早かったものの、自然のラベンダーの香りに包まれて見ても素晴らしく、視覚と嗅覚で楽しませてくれました。青い池でも食べたアイス、そしてラベンダー畑でもアイスを食べて夏を感じることができました。続きまして第2位は久米島の畳石。那覇はすでに都会で沖縄らしさを失っていますが、久米島は沖縄を感じる場所でした。畳石の形状はとても不思議、なぜこんな形状のものができるんだろうっていうふうに思いました。小さい島だけど石垣島でも宮古島でも違う独特の時間というか風が流れていた、そんな島でした。第3位は仙台の豪華絢爛瑞鳳殿です。以前仙台に行ったことはあったもののすっかり見落としていた場所で初めて訪れました。一言で言うならば豪華絢爛。仙台城しかり、県美術館しかり、仙台イコール伊達政宗そのものだと感じました。ずんだ餅に牛タン、食でも仙台は美味しいものがたくさんある、そういうふうに感じた旅でした。続きまして、食べてよかった食の部門、順番にいきたいと思います。第1位はバラッツ。仙台空港で買ったバラッツは海苔が入ったお菓子で、食べ始めたらもう止まらない、激うまでした。一人3袋までと限定品でしたが、なかなか売っておらず、Amazon ではプレミア価格になっていたこともあり、見かけたらぜひ購入をおすすめします。そして第2位は、高山で食べた飛騨牛。歯がなくても食べることができ、口の中でとろける美味しさ、そして冷や酒と一緒にクーッと飲む文句なしの美味しさでした。一応ホテルの夕食で一泊二食付きの夕食に該当しますが、美味しくお値打ちでした。そして第3位は旭川ラーメン。ご当地ラーメン旭川では2回ラーメンを食べました。私自身ラーメン通ではありませんが、同じ北海道の札幌ラーメンとも比較し、違う味の旭川独特のさっぱりしたラーメンは美味しかったです。食部門では全て日本で食べられるものでしたが、それ以外印象的だったもの、番外編で言えばフィリピンのジョリビーかな。フィリピンのソウルフード、
値段も安くマックを超えてました。続きまして、泊まってよかったホテル民宿部門に行きたいと思います。いろいろと迷いましたが、個人的なランキングで一切の忖度なしでベスト3を発表したいと思います。値段は全国旅行支援 GoTo キャンペーンで割引価格が適用された後の金額になっています。まず第1位、久米島の民宿網元4800円です。久米島から橋を渡って大島にある民宿で、空港から遠くアクセスも非常に悪いですが、畳石まで歩いて行けるし、天気が良ければ最高にいい景色が見られると思います。部屋は個室、トイレ洗面シャワーはあり、決していいとは言えませんが、料理が最高に美味しかった。一泊二食付きでこの料金というのも非常に魅力的。一人旅なら次回も泊まりたい、そう思った宿でした。そして第2位、高山ウッドホテル16,523円でした。高山の地酒やビールが飲み放題の宿で、部屋も小上がりの畳が敷かれていて、和と現代風を上手にミックスさせた宿でした。お風呂上がりのアイスクリームも食べ放題で、なんといっても一泊二食がついてこの値段、プライスは非常に素晴らしい。夕食の飛騨牛も美味しかったし、朝食も申し分なし。非常に美味しくいい旅ができました。そして第3位、石垣島のホテルククル7756円です。フェリー乗り場近くのバスターミナルから歩いてすぐ、730交差点からも近い場所にあり、なんとオリオンビールが飲み放題の宿でした。部屋はシンプルですが、新しくリニューアルされており、徒歩圏内で飲食店もいろいろあって便利。夜遅くまで飲みに出かけました。朝食もついており、石垣島の地元の食材を使った食事は美味しかったです。以上が1位から3位までのランキングでした。これ以外にも印象的な宿に泊まったので少し紹介すると、ゲストハウス部門特別賞は富良野のゲストハウス旅の途中3760円でした。眠る場所は男女別ではあるものの、ベッドが数台置いてあり、他のお客さんとの相部屋で寝るスタイル。私自身ゲストハウスは初めてのデビューで、見ず知らずの人と一緒に同じ部屋で眠ることは抵抗がありましたが、私の泊まった時にはバイクで旅をしている男性が2人、そしてレンタカーで旅をしている女性が1人の合計4名でした。宿のオーナーさんも含め、みんな50代後半から60代前半、コミュニケーションを取ることが上手な人たちばかりで、旅行の話に盛り上がりました。一人旅で旅行中の様々な
出会いを楽しむならゲストハウスを泊まり歩くのもいいかと思いました。民泊部門特別賞は飛騨の日だまりです。料金は 26,490 円。古民家っぽい感じですが、リフォームもされていて1階と2階にそれぞれ寝室があり広かったです。使い勝手がよく、大人数で泊まる場合、ファミリーで泊まる場合にもおすすめです。キッチンあり、洗濯機あり、自宅や別荘のように使えた点は良かったです。なかなか検索しても見つかりませんので、リンク先の方は概要欄に貼っておきます。よかったらどうぞ。続いて、奮闘してほしい賞、こちらは旭川の星野リゾートオモセブン。料金は 1,680 円でした。割引率が高く、お値打ちに泊まれて、ご飯も美味しくて、旅行支援のクーポンもあり、サウナもあって、ロケーションも良く、素晴らしいホテルでした。シーカーシ星野リゾートという冠がついているので、良くて当たり前、物差しがそもそも違います。結婚式の披露宴客で、ロビーやエレベーターは長時間にわたり騒がしく、チェックインもタブレットで入力する方法が逆に時間がかかってしまい、10分近く並ばされる。またホテルの駐車場は案内もなく、星野を名乗るには非常に無理があるホテルでした。ビジネスホテルとして見るのであれば全く問題はないホテルですが、安く泊まったから文句を言うなと言われればそれまでですが、星野リゾート名乗るんだったらしっかりやってほしい。ほんとそう思いました。まあどれも国内の宿ばかりで、逆にね、海外のホテルはランクインがありません。そこそこリーズナブルな価格で満足いく食事サービスを提供してくれるのはやはり日本のホテルだと思います。最後に、かかった費用のまとめです。1年間で泊まったホテルは全部で31泊、トータル 194,941 円でした。1泊平均は 6,288 円です。一番高かったホテルは名古屋のプリンスホテルで、1泊朝食付きで 33,637 円でした。一番安かったホテルはプーケットのネプチュナホテルで 1,834 円でしたが、高いホテルとの差は約18倍です。続いて、飛行機代は合計で253,625円です。全部で25回搭乗したので、1回あたり 11,145 円、もちろん税金とサーチャージ込みの料金です。その他滞在諸費もろもろは全部で44日間でトータル 355,526 円でした。1日平均だと 8,080 円、そして全て足した総額は
804,092円でした。どうです？どう思った？ちなみに訪れた国はタイ、フィリピン、ベトナム、ラオスの4カ国。訪れた都市はバンコク、パタヤ、プーケット、ウドンターニ、ノンカーイ、マニラ、セブ島、ボホールト、ハノイ、ビエンチャン、旭川、フラノ、高山、白川村、伊勢、京都、福岡、那覇、久米島、石垣島ぐらいかな。空を飛んで海に潜って、このプライス非常に有意義にお金を使うことができたと思います。一生懸命金を貯め込んで使わずに寿命を尽きてしまうとか、病気になってね、旅行に行きたくても行けない、そんな状態になってしまっては元も子もない。旅は行きたい時に行くのが一番のタイミング、そう思います。今年1年最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、励みになります。チャンネル登録1000人まであと少し、もうちょっとで収益化できるチャンネルです。皆様の応援お待ちしています。それではまたね。